こんにちは、品川栄養士会です。今日は糖尿病予防の食事をテーマにした2品の料理を作りたいと思います。サバを切っていきます。この大きさでもいいんですが、味を漬け込むために半分に切って、間に下まで切れないで少し切り込みを入れると味が中に入りやすいです。ごま油を入れます。みりんを入れます。醤油を入れます。生姜、ニンニクを入れます。あともう一つ、小ネギがあります。今日は小ネギを小口切りにしていきます。小ネギは根の部分を取って真ん中ぐらいで切って、重ねて、また真ん中ぐらいで重ねて小口切りにしていきます。はい、30分ほどタレに漬け込みます。こんな感じでちょっと醤油がまぶされている状態です。生のかぼちゃに軽くラップをして、だいたい500ワットで1分から2分ぐらい、軽くレンジにかけてあげると切りやすくなってきます。食べやすい大きさに切って1センチほどの厚さにしました。敷物を包むと後片付けも楽ですし、皮がベラッと剥がれなくて綺麗に焼き付けることができるので、今日はこの、紙を使って焼いてみます。冷たいフライパンの上に皮から焼いていきましょう。両面綺麗に焼き付けるまでだいたい10分12分ぐらいかかりますので、ご家庭の火加減を見ながら焼いていってください。裏返してこのように焼き色をつけて出来上がりになります。葉っぱの部分と切り分けて、さらに汚れがありますので、しっかりと葉っぱも実の部分もよく洗ってください。で、この葉っぱは茹でて色鮮やかに仕上げていただいて、1センチぐらいに細かく切っていただくといいと思います。このような形になります。すりおろしていきます。こんな感じですりおろしました。里芋はぬめりがありますが、最初に土などをしっかりと洗って落としてください。まずはお尻の部分ですね、ちょっと切ります。で、縦方向にこう向いてあげると向きやすいと思います。だいたい 0.5 センチぐらいの輪切りに切りましょう。大きな里芋の場合は半分に切ってもいいと思います。カブを入れていきます。カブはたっぷりです。汁も全部入れてください。で、今日お出汁が2人分で250とちょっと少なめなんですけれども、カブを丸々1個使いますので、そのあたりは水分は少なめにしてあります。それではこれを火にかけていきます。カブと里芋が柔らかく煮えましたらば、そこに規定の味噌を入れていきます。はい、お味噌が溶けましたらば仕上がりになります。では盛り付けていきます。香り付けに柚子の葉っぱを添えます。
それでは糖尿病予防の5つのポイントをお話ししたいと思います。まず第1に規則正しい食事時間に食べるということです。2つ目には、食事のバランス、3回の食事を均等に、食べるということも大切です。3つ目に主食、主菜、副菜、3つのお皿を揃えて、食べてください。4つ目がお菓子や甘い飲み物は控えめにしましょう。5つ目にアルコールも控えめにしてください。これが大切な5つのポイントになります。